新庄、な、スクイズやらないと点入らないだろう。新庄監督は我慢してサインを出さなかった。向こうがスクイズ警戒で外すこともなく、結果論だけどスクイズ出さなかったら点入らないでしょってなると語った。24日のロッテ戦 GOGO マリンでは9回無視に3塁で2度続けてスクイズを外されてチャンスを潰し、さよなら負け。反省とテストを兼ねてのスクイズ封印だったようだ。あなたが去年遊びまくったせいで選手は最低限すらできないままなのでは。ファン煽ってて草、連れでもスクイズしないこと叩かれまくってて笑ったわ。でもスクイズのサイン出したら外されるやん。エミしゃあない、またバレバレスクイズ連発して家でってなるかも。けよっぽどスクイズ批判されたの聞いてたんだろうな。 W 何も言い返せんかったわ。懲りてねえなこいつ。何時にみたいなこと言っててさ。何時を見るなと選手に通達する新庄優の。最後までご視聴ありがとうございました。なんだろう、高評価とチャンネル登録をお願いしてもいいですか。ではまた次の動画でお会いしましょう。ウィース。